はい。それでは、2023年度共通テスト、本試験の回答と、えー、まあ、ちょこっと解説もしていきます。自分の好きなところまで飛ばしてみていただいて結構です。では始めましょう。まず、問1です。見ていきましょう。え、What are you taught to do after reading the handout? で、ハンダーとプリントですね。プリントを読んだ後、何をするように言われていますかっていうところで、 はい。該当箇所見ましょう。該当箇所はこちらになります。Fill fill form in brain, in the brain, fill in the form below and hand it in to your teacher today 下のフォームを記入して、それを先生に今日提出してください。っていうのが該当箇所で、正解は1番。complete and hand in the bottom part。下の部分を完成して提出しなさいとなります。 はい。それでは問いにみましょう。Which is true about both performances? 両方の公演について、えー、どちらが本当ですかと。こちら正解は4番となります。You can meet performances at the theaters.、えー、あなたは劇場で、えー、パフォーマーたちと会うことができますよ。と。じゃあ該当箇所を見ていきましょう。まず、左の Horris Theater の方では、 そして、えー、もう一つ右のグランドセアターの方では、お気に入りのキャストに行くと、 Before the show starts このキャストにグリート挨拶をする機会ということでグリート挨拶するなのでここが該当箇所になります。第1問 A 終了です。はい、では B ですね。これはキャンプ、サマーキャンプ、イングリッシュサマーキャンプの広告についての問題です。この、えー、サマーキャンプの会社のインストラクターは、えー、実は3人ほど、えー、コースが3つほど フォレスト、マウンテン、スカイという3種類のコースがあるんですが、えー、その共通しているところはどこかっていう部分で、1回いきましょう。3番ですね。Worked in other countries. えが共通でなりますちょっと見てみましょう。この最初のまずフォレストの部分で言うと、まずこれ、セブラルカントリーズで教えてたと言いますね。次、マウンテンで言うと、その次の、インストラクターズ for this course have worked at their Theoretical s ティ o ラスクウ n インニューヨークシティロン d ン y d n e y って感じでこれもニューヨークロンドンシドニーって感じで、えー、複数の国になりますねそして Sky Sky の方は、えー、2文目 Your instructors have been to many countries to coach debate teams、えー、これも多くの国へ行ったことがありますよとコーチディベートチームをコーチするのにっていう,う言ってますから1は3番が選べますはい続いて問いに行きましょう はい、on the last day of the camp、キャンプイズウェル、最終日に、えー、何をするかっていうところですね。今回は四番、show what they learned at the camp、キャンプで学んだことを示し、えー、示しますということでね、紹介しますとかね、プレゼンしますってことです。これまたフォレスト、forest、mountain、sky、それぞれ、えー、見ていきましょう。ここの部分は最後の、の on the final day of the camp。 You'll contest other while all the other listen take part the a campers speech in この、えー、スピーチコンテストに参加しますっていうのがこの最終日にすること、えー、ですね。で、マウンテンの方も You'll perform your skit for all the campers to enjoy on August 14th、えー、August 14th ってなってますが、えー、デートの部分を見ると August 1st 2:14となってますから、これがやはり最終日だということになりますね。で、Sky の方も、えー、You'll do a short debate in front of all the other campers the last day となりますから、最終日にこのみんなの場合で、ショートディベートをするということで、えー、最終日にすることはやはり今までやってきたことを示すんだというふうに言えますね。はい、鳥さん、What w e h a you h e after submitting your camp application? この申し込み押しを提出、submit、提出ですね。提出した後、何が起こるでしょうですけども、答えは3番。え、your English level will be checked。この英語レベルがチェックされますよというところで、ここは最後の部分ですね。見てみましょう。問題用紙で言うと、次ページの上の部分にあたる Application、これ申し込みっていうところなので、ここですね。Will contact you to set up an interview? ね、この面接をセットアップするために、コンタクト、連絡しますと言ってます。で、何するかって言ったら、assess、これは評価する。your English ability、あなたの英語の能力を評価しますよインタビューして、え、評価するってことは、え、それはテスト、ね、レベルチェックというふうに考えれますね。はい。えー、ということで、やはり、鳥さんは3番です。これで B の解説は終わりです。第2問に移ります。 はい。続いては第2問ですね。これは靴の広告問題ですが、また問題の方を見ていきましょう。はい。えっ、ー、と、1番。この、えー、メーカーの述べていることによれば、どれが最もよく表していますかと。新しいシューズを説明していますかとなります。でこれ正解は、 ハイテクエリデシューまああのチープとかバーツだと分かると思うしあとはスポーツとサイクリングっていう細かい具体的すぎるに対してまずハイテクというのが OK なのかっていうのとエ v リーデイっていうのが OK なのかっていう部分が正解の決定になれると思います。 はい、広告のスペシャルフィジュアルズの部分に書いてあるのは、この the app をダウンロード the app、これアプリのことですね。アプリケーションの略で app って言います。このアプリをダウンロードして、スマートフォンとかダウンロードして、そして、えー、靴に装着して、したらこのデータを集めるとか出てますよね。これめちゃめちゃもうハイテクですよね。 この後にもいろいろ書いてますが、なんか、靴のサイズを自分にサイズにピタッと合うとかね、いろいろハイテクなことが書いてます。そして、えー、もう一つ。そして、もう一つ、エブリデイの方としては、アドバンテージーズのところに、二点ありますね。一つは、You will be willing to walk regularly。これ、まあ、レギュラリーにってことだ。えー、規則正しくとか定期的に歩く気になりますよと。Be willing という何々したい。喜んで何々するとかなので、歩く気に、気持ちになります。そして、もう一つが、えー The route chip records your daily こ,ここのですね、えー、チップがあなたの毎日の、えー、ルートを記録します。ルートディスタンスンペース、ね、を記録します。とか、a イリーっていうのが入ってますね。毎日のことに使ってくださいということですね。どのことからも、えー、このエブリデイもハマると思います。それでは問いにの方を見ていきましょうはい、えー、問いには、ど o ようなものが、えー え、靴によって提供されるどのベネフィット、まあ利点、ね、アドバンテージが、もっともあなたにとって魅力的。まああなたにとっては消費者、皆さんにとって魅力的ですかということで、まあこの靴の総合的なこのスペシャルフィーチャーズとか、アドバンテージから、えー、ザクッと読み取ったら、簡単に答えれると思います。これは、あなたに合わせたって文がありますから、h a v i n g personalized food support。personalized food support こ。こう書かれるやつね。 だから、えー、個人的なフットサポートを持てますよねと、持つことができますよってことで2番が正解です。はいえー、3番以降は、オピニオン、えー、とかカスタマーズコメントっていうところなので、該当箇所は結構絞りやすかったと思います。カスタマーズコメントのところから、問い3、問い4、問い5、いずれも出てます。問い3は、これ正解が2番ですね。この Apps Free Factions are User Friendly。ここどこなのっていうと、 これですね。The, the, the app's basic features are easy to use, but I wouldn't pay for the optional advanced ones. 有料の部分は使わないけれども、フリーの方にはこれは使いやすいっていううに言ってますから、ユーザーフレンドリー、フリーファンクションがユーザーフレンドリーっていうのは、この部分で言えそうですね。はい、c e s 一人のカスタマーのコメントは、 えー、オーディオディバイスについてを使うことを言及していますと。えー、どのベーベフィットがコメントに基づいてますかと。正解は、Root、え、Options、ー、が正解ですね。じゃあ、どこなのかを見てみましょう。これ最初のところの部分の人ですね。I like the choices for getting directions. なので、これは方向を得るための選択が好きだっていうふうに言ってます。まあ、つまりこれは、ルートの選択というふうに考えられますね。そして、えー、prefers using audio guidance to visual guidance. でオーディオ概念を使うことの方がこの人は好きだというふうに言っているのでここが問い4となりますねはい、えー、では問い5いきましょう問い5の正解は1番になります時間がこれするのを許すことだがリコメンドおすすめだよってことですけども要するにこれは靴を履くことになれるのに時間がかかるというふうにちょっと言ってますね これはどこの部分なのかというと、I love my pair now, but it took me several days to get used to them. ということで、今はこの靴がペアってこれ靴のことですね、えー。靴は好きだが、慣れるには数日かかりましたよって言ってますから、ここが、えー、問いごの答えの該当箇所です。続いては第2問 B。これは生徒会のプロジェクトですね。これはコミューティングチャレンジっていう、通学中にちょっとまあ挑戦しようぜっていう部分での、えー、話です。まず問1。The aim of the community c h a l l e n チャレンジは to help students to。まあ、これ、まず目的はと、なんですか、コミュニティングチャレンジのこれ目的は何ですかということで。結構最初の部分に書いてあります。はい、えー、however。この後にね、重要なことが書いてありますが、however。they could also use this time for reading o r doing homework。we s t a r t e d this activity。ね、このコミュニティングチャレンジでアクティビティを始めました。to help students use their commuting time more effectively。ここですね。 この部分が、えー、該当箇所と言えますね。この活動を始めたのは何するためか。生徒たちがより効果的に通学時間を使えるようにと、に役立てるようにって書いてます。と1番4番です。問いに見ましょう。One fact about the commuting c h a l l e n g e is that? ということで、えー、このコミュニティングチャレンジについての事実は何ですかと。 あとでフィードバックね。まあ意見感想の部分があるんですけど、そ,まあ、そこにも事実が書いてあることありますが、意見ではなくてファクト、事実はどこですかと。これ正解が1番となります。参加者の10%以下が1年生だったよと。1年生は10%に満たなかったっていうところですね。実際にこの more than two-thirds of them were second years とかね。ここにあの学年の人数構成が書いてある。まあ、まず最初に300人。 がいて、2 thirds of them were second year, about a quarter. まあ4分の1ってことですから、えー、この、ね、300人の4分の1、75人ぐらいですかね、が3年生と。only 15 years participated の部分ですから15人、300人に対して15人、そして1割が10%が30人ですから、まあ5%ぐらいということで、10%以下だよっていうのが入りますね。 トイさん、From the Feedback, 何々、w e r e Activities Reported by Participants ってことで、えー、どの活動がってことですね。正解は一番 A&B, and B, Keeping Study Records, Study Record、えー、をつけることと、言語を学んでいることっていうところですね。はい。まず最初のところが、HS さんのところが、t h a n k s to this project, I got the highest score ever in an English vocabulary test ってことで、これね、英語の勉強をしているんですね。ってことで一つ、この、 speak,、ね、learning language, learning language っていう文がいけそうです。あともう一つが、JH さんが I keep the study log 感じで、ここも study log をつけているよと、ね。 いうところもありますからレコードねログってこのレコードのことです study record=study log ですっていうことでこの a&b がいけそうですはいえと、ー、4問 One of the participants opinions about the commuting challenge is that まあパーティスパン参加者の意見の一つ、ね、はどれですかっていうことでこれは一番が正解です学校へ歩く生徒を組んでいたらなぁとまあこれ電車でのやり取り電車バスっていうね、えー 歩くく以外の部分だったんですかねね、まあ、よくこれ、ね、今でもよくあのセンター試験の時からよくやってることなので残念だな時に「There should have been other ways to take part」ということで、えー、参加する他の方法があるべきだったのに あったら良かったのにっていう風に言ってます。でこの KF さんっていうのを見てみると、My friend was sad because she couldn't participate. She lives near by and walks to school ですから学校へ歩く人はまあ参加できなかったよと参加する別の方があったらなと良かったあるべきだったのにと歩く人にとってもっていう風うに言えますね。 っていうこの部分が該当箇所になります。はい。問い合です。The a t h s question is answered by はい。この正解は2番 JH さんになるんですけども、まずこの筆者の質問の方を探しましょう。はい。それはここにクエスチョンが出てますね。えー、How come? なんで ?How come? はなぜです。How come?so few first years participated。なんで1年生がそんなに少なかったのっていうふうに参加したいと少なかったのっていうふうに。 言ってるのに対して下に J1 さんっていうのがここ For some reason Most of my first year classmate didn't seem to know about this challenge まあ理由はいくつかの理由である理由でえこの一年生のクラスメイトのほとんどは知らなかったね知らなかったようですよ単にこれなんでって優れなかったのか知らなくて別に意欲がないとかではなくてね知らなかったんだというところが答えに。 えー、ということで J1 さん2番が正解でした。